学数学科あるあるが楽しめる漫画紹介します。数学をテーマにした本や教科書って読むのが大変、でも漫画なら気軽に楽しめます。数字で遊ぼう、大学数学のちょっと異質な雰囲気を描く漫画です。この動画を見れば数学科の常識と世間とのギャップがわかります。数学の世界を優しく味わいたいならぜひ見てください。数字で遊ぼう、割学部の大学生たちを描く作品、笑って泣けるキャンパスライフ。あらすじ、主人公の横部は一度見たものを記憶できる驚きの記憶力を持つ青年。その能力を生かし京都の難関大学吉田大学の理学部に入学。家族や地元奈良の人たちにはノーベル賞を取れると期待された横部、いよいよ新入生として講義を楽しみにする彼。そんな横部に衝撃を与えることになる数学の講義とは、大学数学というとなんだか難しそう、そんなイメージを持たれがちです。安心してください、主人公もちゃんと苦戦します。もっと言えば数学の勉強に人生初の挫折をします。数学は問題の解き方を覚える科目である、そう思う人は少なくありません。しかし今まで数学だと思っていたことが大学では何か違う、数学科の世界の常識の違いに驚ける作品です。僕がこの漫画を気に入った最初の理由は、描かれる大学生活にリアリティがあること。例えば作中の吉田大学は京都大学をモデルにしたと思われます。第2巻の表紙は京都大学の吉田キャンパスによく似ていますね。公式コラボした漫画もあります。京大理で学ぼう、概要欄からチェックしてみてください。有名な大学に入る人は地元では勉強ができる方、成績上位の人たちです。そんな彼らも衝撃を受けるのが大学数学の講義。数学は苦手でないつもりでいた僕もそれなりに苦戦しました。高校や受験の数学と大学数学の講義や教科書は全然違う。これはニッチな話だと思っていたので、漫画として表舞台に出てきて嬉しくなりました。数学の勉強、学校の授業に挫折したことがある人、大学数学でなくてもそういう経験があれば共感できる話です。調べてみて驚いたのですが、著者の絹田さんは数学が専門ではありませんにもかかわらず数学科の生活をきちんと描いていると感じます。インタビューによると、お酒の席で数学専攻の人と知り合ったこと、それが本作を書き始めるきっかけに、それも京都大学卒の人だったんですね。漫画の中には実際に使われている数学の教科書の表紙が見えます。例えば解析概論やハーツホーン、これらが出てくる作品は僕は他に見たことがありません。フィクションでは数学書は飾りとして使われがちです。でもこの漫画は内容が多様している、ちゃんと読んでる感じがします。これは数学科の関係者にきちんと取材した結果でしょう。数学科の人が読んでも不満なく楽しめる作品だと思います。大学数学、数学科の世界を覗いてみたい、そんな人は数字で遊ぼうを読んでください。2018年に発表されて2024年9月時点では12巻、まだ完結はしていません。概要欄に Amazon へのリンクがあります。キャラクターを紹介しつつ、初心者におすすめの理由を話していきます。軽いネタバレが嫌な人は買って読んでください。では行きましょう。主人公は高校までは秀才だった横部。1巻の最初は輝きをまとっていました。しかし微分析文学の講義、実数の構成に出会いショック。暗記をしてもまるで何もわからない。そのまま心が折れて一瞬で2年経ち二流してしまいます。10で振動、15で祭祀、20よぎればただの人、そのことわざを体現したような人物です。挫折した彼が大学で友達ができて数学の本質に少しずつ向き合える、その成長がメインのストーリーです。留年した彼を心配したのは数学専攻の早乙女教授。主人公と面談をして友達を作りなさいとアドバイスをします。これって本当に大学での学びで大事なこと、わからないことを気軽に相談できる相手がいる、勉強は個人戦ではない、そのことを教えてくれます。でも留年していると友達を作るのも難しい。そんな彼に話しかけてきたのはメガネをかけた北方。
留年したオーラが漂っているから意気投合、一番の親友枠となります。留年とキラキラの新入生が対比され、理系の大学生らしさをよく描いていますね。僕は喜多方が好きです。というのも、数学というテーマの硬さをほぐしてくれるから。彼が留年した理由はスロット、ギャンブル。でもギャンブルこそ生きた数学の一つ。ちゃんと確率論の話につなげてくれるのがこの漫画です。また彼はやれば数学を理解できる側です。同じ留年をした主人公と実は大きなギャップがある。同じく俗っぽさをもたらす糸目キャラの猫田。彼は大学でのテストの過去問を販売しています。つまり頭が切れて際どい商売もやる人物。主人公は純朴な青年で、悪く言えば騙されやすいところがある。そこを補う猫田はビジネスの闇を数学で解き明かします。例えばネットワークビジネスの理論的問題点。大学だけでない日常の数学をコメディ混ざりで描いていて楽しいです。他には言いたいことをはっきり言う天才肌の真冬、その友達で常識人かっこはてな神社が実家の読み子。中盤からはこの5人で物語が進んでいきます。一見すると数学に関係のない日常パートが始まることもあります。それが意外な形で数学の理解につながったりする。大学生活あるあるを楽しみつつ、数学、学問の世界への憧れが形になっていく。大学に進学したい中高生、数学科の生活が知りたい大人に。もちろん全部が全部リアルではありません。でもこれを読めばミスマッチは減るでしょう。数学科のイメージを面白く読める良い漫画です。僕がこの漫画に引き込まれたのは、既存の数学観を揺さぶってくれるから。単に数学ネタを面白おかしく調理するだけの作品ではありません。数学を分かろうとするこの苦難にあるドラマをきちんと描いています。それを象徴するのが主人公の横部。彼は暗記のボンゲです。実際にそうかはともかく、数学の問題は覚えれば解けると一般に言われがち。でも数学はそれだけの世界ではない。この本質を主人公に突きつけるのは初対面の真冬。主人公が絶望していた微積分の講義を受けて、むしろモヤモヤが晴れたという。暗記しなくても数学はできる、理解していればできるわ。数学は理解する学問だもの。この一言が主人公のプライドを壊してしまいます。自分は今まで数学を十分に考えられていなかった、全く理解できていなかった。これを思い知らされるのは大学数学あるあるです。これは単に絶望ではありません。自分が何も分かっていないことに気づく、むしろそれこそが数学をきちんと分かるための第一歩です。幸いにも大学数学が分かる友人に恵まれた主人公。友達を見て勉強法を学んでいきます。だからこそ彼らほど数学ができない自分が数学を学ぶ道を選んでいいのか迷います。そうだよ、自分は数学が分からないから知りたいよ。でも難しくて全然先に進めないんだよ。この悲痛な叫びを見ると、自分自身の経験と合わせて涙ぐんでしまいます。不安になる彼を励ましてくれるのは友人や数学教授。難しいけど共に学べる仲間がいる。人間の営みとしての数学が描かれた貴重な漫画です。数学科あるあるが見たい、暗記ではない数学の世界が知りたい、そんな人はぜひ数字で遊ぼう読んでください。概要欄に Amazon へのリンクがあるのでチェックしてね。